はい、皆さんこんばんは。いやー、もう一週間早いですね。今日は、3月、8日火曜日、爆笑居酒屋マラレ元気にオープンです。一発目からちょっとお前何の話してるかって言われるかもしれないですけど、まだ何も話してないんですけど、僕あんまりパン菓子パンとかそんなの一応全然食べなくてですね、買う意味はあんまり分からないぜって思ってたぐらいなんですけど、今日は本当に素晴らしく美味しい菓子パンに出会ったので、ちょっと皆さんに紹介しようかなと思って、はい、ホットケーキメープルフィリングとマーガリンをサンドっていう菓子パンがあるんですよね。サイズ的に言ったら、サイズは、CD ぐらいですね。CD ぐらいの大きさ、2つ入ってます。このホットケーキが、メープルシロップ、いや違いますね。メープルフィリングですか。メープルフィリングっていうのと、マーガリンが一緒にサンドされてるやつ。大きくパンから、大きくパンから、出てる。皆さん、ぜひ食べてください。もう、半端じゃなく美味しいです。120円プラス税込みということで、僕あまりの美味しさに問い合わせしたところ、木曜日にまた仕入れるということなので、なんていうんですか、こう、言っていいんですかね、安永さん、映画3つの安永さんで僕ら見かけたのでね、ぜひ皆さん、食べてみてください。本当に美味しいです。もう、ね、なんていうんですかね、菓子パンの概念が変わるというか、本当におすすめなので、ぜひ皆さん食べてみてください。その話をね、菓子パン大好きな DJ 兄貴さんとね、一緒にしたいと今日はね、思ってますのでね、早速オープンしときましょうか。自分勝手に宣伝するな。いらっしゃいませ。兄貴さん。いや、おひこからの方から言うと俺。いや、兄貴さん、本当に、兄貴さん、あれですか、菓子パン、うん、菓子パンでも、おかず系とかあるじゃないですか。ピザが乗ってるとか、ツナが乗ってるとか。ツナなんさ、わたか調理パンって言うんだよね。あ、調理パンですか。あれ、おかコロッケ、あと入ってるの。すいません。調理パン。あ、調理パンなんですね。はい、コロッケパン、焼きそばパンとか。調理パン。調理パン。で、今僕が言ったこの、ホットシーン。菓子パン。半端じゃないんですよ。ヤンバ。あ、木曜日もし、もう僕絶対買いに行くんですけど。木曜日絶対買いに行くんですけど。いや、パン食べないからな。パン食べないんですよ。いや、だからご飯派だろ。ご飯もう、なんだ、あれ、調理パンでした。調理パンが大好きなんですよ。焼きそばパンとか、コロッケパンとか好きなんですけど、うん、たまたまこう、ホットケーキ、うん、ホットケーキがパンになってる。ちょっといいね。はい、なんでやがホッとしてる。違います。本当に、ちょっと、いつもったら多分スルーですよ。ただ、それぐらい。これだけ、ふってこう。目に留まったわけですよ、はいはいはい、で、また2枚入ってるので、うん、こう、昼間ちょっと修理工やってるじゃないですか、はいはい、今、うん、ちょっと音を食べてみと、うん、で音を食べて、いや、これ美味しいやつ、食べてみって、はいはいはい、食べてみたから、あ、いやと、美味しかった、すぐも裏面、こどこで買った、サンゲーって、音サイン電話して、いや、いいと、ね、うまいな。よ、はっきりパンに関してはだよ、はい、もう、あ、そ、でじゃないかな、表彰されないかなというぐらい。ああ、兄貴さんがですかね。毎日もパン食べねえと思う、でじーな、これ。一番、ああ、パン好きですよね。パンもでじー。パン確かに大好きです。あれよ、串川のあざ串川かな。はい。葉っぱと豆の木。あ、おいしいです。葉っぱと豆の木。はい、美味しいですね。まあ、シンプルだけど。はい。メロンパン、あ、はい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 、もうこっちのメロンパンと食べるさな、はい、はっしゃびよ、デージっすよね、デージ、何がご飯食べきれない、メロンパンばっか食べてから、そろそろ米屋だけど、米屋だけど、それぐらい、もう、兄貴さんからこの前差し入れで、ね、うん、差し入れというか、うん、
これデージ美味しいから食べてみって言われたの、はい、とうとう葉っぱとあれもあの照り焼きバーガーもそう葉っぱと豆ギースあれ待てよこのパンっていうのバンズっていう上じゃんあの挟んでるやつですよねパン、はいはい、そうそうそうこう待てよ、はい、おけんの人参あらつけんの人参今怒らますつけんの人参つけんの人参つけんの人参、はい、パウダーがちょうどそうなんですよね美味しいわこれがあれもうデイズですよあれもうあもう一気に2つ食べましたよ本当にこんなしたもうどこんなこんな、こんなこんなです右左うまくうだねそううまくうなんですよいやいや本当によこの最近よはいやっぱりよお尻世の中ではだよ、はい、やっぱりあのスーパーとかマチャに行けばだよはいちょっと気になるのもありはするけどよ。はい、そうですね。確かに。葉っぱと豆の木のよ。これ、え、今度行けよ、もう。葉っぱと豆の木、そうですね。あ本当に。メロンパン以外も美味しいよ。パン何種類いっぱいありますもんね。あ、できやし、もう。てきます、スメグサンドは。あれも美味しかったですよ。いや。でも、うん、あのホットケーキ。あれ、もう譲れないです。もう知ったたか美味しいです。俺でもこの市販で売られてるとか普通のこの親大きいとこ最近よおって思ったのはでも、はい、わさびチーズパンって、これ攻めてますね、わさびチーズ攻めてますねこれど最高わさびチーズパンは調理パンのカテゴリーに、はい、入るんですこれはかしパンあれかしパンなんですむずいむずい難しい難しい通じかよはい死に美味しいとわさびチーズパンいや、はい、え、なんて食べて、はい、あるコンビニでコンビニにあるの C がつく C がつくココストアってはい、いやいやココストアって死に美味しいの見つけたとはいはいはいいや、え、大体ここ分かるだろパン作ってるやしまあそうですねあ、こっちもあのパン屋さんって言ったよはいはいはい今度以降はずっと狙ってもうこの話聞いた途端はいよしこれ行こうさとでその帰りにこうさっき言ったあの丸江さん丸江さんが丸江さん三重さんいや欲張りっすね行ったわけですよ欲張りです買い物しにはいはいはい手よかったおたんそうだからこうコンビニのこののパンじゃないからあそうなんですね、うん、発車もこれもまたよあじゃあこれもちょっと言うけど本当はまあさみといや本当にちょっと食べてみたいですもんいや我が高校生の教えや、うん、おうちねはいそう手近かったわよやさの教えはいやさの教え買ったけどちょっと置いとこはさはいそしたらこう足親が帰ってきて死に気になってたとあはこのちょっと、はい、権利僕のなんですけどとこれあげるためにいや何このもう俺のものみたいななんかもうあなんか早いねみたいなよく買ってきたみたいな話ですよね最終的に半分してやでもいいじゃないですかまあいいけど最近なんかこう新発売結構多いよねでもなだからあれですよ本当にちょっと新発売のもちょっと手出してもいいかもしれないですね新しいものそうですねちょっと前ですかね、うん、あのシチュー味のアイスとか出たじゃないですか何か分かんないですかシチュー町シチュー味のシチュー味のアイスが出たんですよ、うん、有名な有価じゃしやかまりいるやいやもうはい本当に、うん、僕美味しいラジいやこれなんまあ、いやもう言ってますよ言ってますよね僕も全然ハマらなかったんですよ、うん、ちょっと怒りを覚えるくらい、うん、なんかこれみたいなこんなダメだったわ大丈夫やみはいはいはい商品開発の人たち、うん、って思うぐらいちょっとないんですけど、うん、だからでも新商品ちょっと試すのもいいかもしれないあの新商品ってよ日本で一番初めに置くとこどっか分かるおっとそこで豆知識があるんですねどこですかね全国あるやしやどこかなどことも新商品って一番初めのことへーどこだろう静岡県なんでなんですか静岡県あ県なんですねあ僕あのなんか場所なんか今ボケようかなとか知り今考えてますけど静岡県にまず来るんですかそうそうそう、まあ、静岡県新商品は静岡県に来る初めに新しいもの好きだからへー反応がじゃあ分かるんだ分かるわそういう県民性なんですかそうこういう県民性やんばあはしたらよこの
物価からさな、はい、物価のもう本当に、ま、なんかスタートゼロの地点にいるのは静岡やんば。こっちから大体東はもう物価が高くなったり、うん、西来たらちょっと下がったりとか。だからよ、こう、金額的にもよ、はい、何でもかんでも買うばよ。高いやすい関係なく。関係で買うんすね。新種、新しいものにはとりあえず食いつく。静岡県民は。だからあっち数字を測るばよ。あ、じゃ あそこが基準になるってことですね。うんうん、あっちで本当にこう1ヶ月置いて、はい、まあ1回食べ出して2回目から反応がちょっと薄いなと思ったら、はい、まあちょっと一回引くや。あ、そうなんですね。それぐらい静岡県民が納得しないとハマらないことには売り出さん。まあそうなんですね。県民性なんだろうな。いや、ちょっと勉強になりました。今日すぐ使わせてもらいます。よろしくお願いします。すみません、こんな番組じゃないですから。そうですよね。知識を。でも、もう3月も入りましてですよ。そうですね。2週目入りまして、はい、明日から、はい、高校入試。あ、明日からですか。いや、3日間ですか。3日間だろ。あ、3日ですか。3日間じゃない。1日目、2日目で、あ、最後が、あ、2日間ね。どんなの、3日間か2日間ね。2日じゃないですか。はい、受験2日ですかね。明日かじゃないですか。あ、やんば。あれは今頃などまぎとんど、みんな。今頃まあそうっすよね。明日もう、あちゃあちゃやもんして。いや、そうですよね。チャースンバーって話だよ。僕受験番号1059番になったんですよ。今でも覚えてて。すごい。そうなんですよ。まさかよ。はい、なんでか知らないけど覚えてるんですよ。なかったっていうか。なかったです、なかったです。1回目なかったです。2回目はちゃんとありました。1回目ないですよ。1057、1058、1060に、はぁ、あれよ。俺の前の人も教えて。あれよ。はい、今からどんななのか分からんけど。はい。今行ったらこんなにジュワッて並んでるやしや、はいはい、あのやり方でやってほしくないわ。なんでですか。あのや、免許取る時の公安のがあるさ。あ、電気ワガッシャシャシャッと。でも俺あれが好きだわけ。まあ好き、まあそうですよね。はいはい、今はどんなか、昔はやこれって電気ワガッシャって言ったけど、番号にや、うん、今番号が出るんだよな。あ、そうなんですか。もう一気にこうやってブーって出るさな。はい、ちょっとしかもやし、ちょまあめちょっと、まあそうですけど。いやすみません、そこちょっとあれですね。でも10分ぐらいしたらすぐ消してほしい。あ、はいはいはい、はい。じゃあしたらこうみんな来る、なに、たーやらかまたユーロがいるさ、必ずは。あ、受かった受かった。ええー、なんか、やったー、そばやったよとか、はいはい、言うなよと。死に殺ほされるタイプっていうの。そうですよね。なんていうんですか、僕、免許はうるましで取ったんですよ。北岡さん、北岡時点で撮ったんですけど、最初みんなバスで行ったんですけど、バスでこう公安まで行って、うんうん、こう試験して、はい、受かったのが僕だけだったんですよ。あ、何名かいたんですけど、うん、帰りのバスにみんな落ちてるんですよ、5名ぐらい、はいはいはい、で僕含めて6名なんですけど、みんなから電話来るわけですよ。あ、どうなった、受かったかっすか、受かったやつだみたいな。いやいや、もう聞いたんじゃない。いや、なんでテンション低いみたいな。雰囲気がもうみたいな感じになったやつ。あの沖縄マラソンで途中でバス乗るみたいな感じ。試練なんでしょ。でももうすぐ、なんていうんですかね、バレないようにやってほしいですけどね、この受かった人にも。こんなのも一応あるな。本当にもうびっくり。だから本当にもう明日から、だから高校受験。そうですよ、本当に。試験もスタートするわけで。はい、で、今回本当にこの、3月11日。うん、いや、もう震災から5年。そうですね。3.5 年。5年です。デジャラに。いや、もう早いです。まあ、あっという間ではあるんですけどね。テレビでよくまたやるやしや。はい。津波の映像とかっていうのやるやしや。待て、未知なるワールバーガーだよ。はい。やっぱり見てよ。ワーソン。あ、そうなんですか。あ、津波のこの、やっぱりあんてお家が流されたりとかさ、うん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 、っていうものを本当にずっと前にも言ったっけ、これ某 FM 局での話なんですけど、はい、男の子とお父さんが2人いて、はい、まあ、夏で8月の暑い沖縄だよ、うん、この男の子こう雨靴履いてるわけですよ、はい、雨靴履いてこうワラバターが遊ぶ、こうなんか砂場なんかのスコップみたいな
あの熊手みたいな、うんうんうん、はい、でたまたまこう図書館に行った帰りだったんじゃないですかね、はい、でもうこうラジオ終わってパーって言ってもう最後までいたから挨拶しに行った時に、なんで暑いならお前雨靴も履いてっていう話した時に、うんうん、この子が言った言葉がよ、いやこっちに来たら沖縄海多いさ、こっちに来たらお母さんとおばあちゃんがいつか見つかるんじゃないかなと思っていつでも行けるようにって持って歩いてれば、うんうん、いやもうよもうよ、なんかこの話を聞いたらよもうこればっかり覚えてそばつっと、いやもう本当にもう なんていうんですか、もう なんとも言えないですよね、あのよ、うん、でこの最近やっぱりあのいろんなこう映像を見たりとか、はい、俺なんかってこう喋るや喋、うん、る仕事もしてるわけで、だデイジョーもね、もうずっと前からフォーカスしてればいけないのっていうさな、はいはい、やっぱこれは一番あるわけだよ、うんうん、そうですね、いや、うん、あとだから本当に周りにいる県、なんか沖縄も含めてですよ、こう周りがやっぱりもっとバックアップっていうかよ、はい、もっと何かできないかなっていうものをさ、うん、ちょっと今一つよ、そうですね、何かしら少しでもね、そうそうそう、力になれたらいいですけどね、まあ、本当に毎年、これも毎年言ってるわけですけど、はい、デイジョー沖縄もいろんな問題があって、いや大変やさっていうのも周りからもよく言われるわけですけども、はい、実際もう、いや家族があってのことで言ってもご飯も食べきれて、はい、いやもう十分なのにっていうぐらい、うん、っていうのを考えたらさ、まだやっぱりこう寒い、もう今からは暑くなるけど、うん、寒い時にまだ仮設住宅にいたりとか、はいはいはい、っていう人も多いやし、うん、だったら本当にこっちはやっぱり考えるべきじゃないの、うん、日本人としてはっていうのをさ、そうそう本当に一つやっぱりこのその辺をよ、うん、またもう少し勉強しないといけないやつさっていうよ、うん、で本当にこの、時期が来たらよ、いつもやっぱりあって思うのが一つやさやっていう、そうですよね、うん、なんかあるねめっていう、いや僕はもう確かに 3.1 日もなんですけど、うんうん、僕はその前の日、うん、3.10、はいはい、松田聖子、3月10日松田聖子の誕生日と同じ日に生まれた DJ 兄貴さんの誕生日僕はもう本当に今日沖縄しか医師か来るまでなんか僕このホットケーキのいっぱい買ってからもう言いましょうね、こう美味しいよってのぶっといて兄貴さんにこれも何個もパックにして持っていこうかなと思ってバルシュほんまにやろばナイスナイスまだ予定です、だから僕木曜日に来るって言ってたので、何かこのいやなんかサプライズするのなんかやっぱ変なではあるじゃないですか、上間天ぷらみたいなシャツつけてやお願いやさ、何もないんだろ今んとこですよ、今んとこないですけど、僕はできればあのホットケーキ買い占めて家族のみんなの分とかだから言ってるし、はい、葉っぱと豆の木でメロンパン買ってこいってば葉っぱと豆の木もちろん僕は買います、ただあのホットケーキ食べてほしいんですよ、オッケー、本当によろしく、もう本当にもう絶対買ってきますから、大将のこの気持ちも受けような、そうです、もうよろしくお願いします、いやもう3月10日皆さん DJ アレキさん誕生日ですよ、3月10日もう、はい、いやもういいかなと思うぐらい最近、あそうなんですか、もういいんじゃないですか、じゃあね本人がいいですもん、はーいが指名号サープ指名号サープはさ、無事だったけど今あ、何ですか、車に人参買いこうです、あ、そうですね、あ、そうですね、アレキさん人参好きですから、スーちゃん、人参持っていくよー、はい、受けるのに受けんの人参しかかまんの誰かこの子さっきびっくりして大将、はい、どんな居酒屋でしょうか、はい、説明させていただきます、爆笑居酒屋マラレイはラジオで聞くことができるんです、ラジオで聞く爆笑居酒屋丸洗いはリスナーの方もお客さんとして大将兄貴とラジオの電波を通して一緒に居酒屋丸洗いに来ている気分で楽しんでもらおうと作られた居酒屋です、そんな爆笑居酒屋丸洗いでは皆様からのメッセージやリクエストをお待ちしております、 E メールアドレスは 868@fm-urum.com、 ファックス番号は 098-965-4868 098-965-4868、また居酒屋マラライへハガキなどでのメッセージもお待ちしております、爆笑居酒屋マラライの住所ですが郵便番号 904-1103 沖縄県うるま市石川赤崎2丁目20番1号うるま市 IT 事業支援センター内となっております、またインターネットで聞くことができます、インターネット検索エンジンで FM うるままたはゆいまんラジオと検索すると FM うるまスタッフブログが出てきますので、ブログ内のライブ放送をクリックすると聞くことができます、よろしくお願いします。
これがそういえば言われたよな。何ですか、何て言われたんですか。リスナーさんみたいなリスナーさんじゃない人によ、はい、リスじゃややこしくなりましたね。リスナーさんではあるってことですよね。はい、音楽なんかサンバーって言われて、そうですね、先週無音でしたね。音楽を流すさな、はい、一旦の4択聞くってから聞いてるんだろうね。音楽流すったのかよ。どっちやんばっていうさ、困りましたね。困りますね。本当によ、はい、お願いやさ、でもなんかこのもう受験やし、そうですね、確かに、なんかこそれっぽいさ、なんかなんか力になる曲ってないよね。あります。はい、よろしくお願いします。はい、今日もちゃんと用意しますよ。毎回、はい、行きましょう、はい、行きましょう、行きましょう。これはもう受験生に、はいはい、ですよね、うん、それでは皆さんも聞いてください。ディアマンタスで勝利の歌。この番組はあなたの街のリフォーム屋さん、サポートホーム、電気水道のトラブルのことなら株式会社秋政伝説、うまくて辛い島根の研究所の提供でお送りいたします。
とうとう林メールから、はい、メールからいきましょうね。こんばんは、うん、ないよ。去った2月27日土曜日の沖縄ヤングドリームス卒団式では、うん、ラジオさながらのトークで楽しませていただき、ありがとうございました。どうも。はじかさな子供たちで、うん、なかなかつかみどころがなかったと思いますが、うちの旦那のカマチョに付き合ってもらい、無事に素晴らしい卒団式が、終われましたと、ありがとうございました。明日からいよいよ高校受験です。子供たちに熱いメッセージをお願いいたします。あと、この間、土日に沖縄県ミニバスケットオールスター大会があり、今森賞女子バスケ部から6名参加した選抜チームオールスターうるまがなんと見事優勝しましたよということで、2連覇だそうです。うるま市のバスケも男女ともに盛り上がって活躍してますよ。これからも楽しみですね。それでは長くなりましたが終わりますということで、伊波さつきさんからメールいただきました。はいはい、どうもありがとうございます。あきさん、なんか受験、なんかさよ、高校受験生に対してなんか熱いメッセージちょっとお願いしたいんですけど。名前は変えとけよ、ちゃんと。名前は変えとけよ。あきさん、本当にそれでいいんですか。いや、まあ、一番肝心なんですけど。確かに、そう、確かに肝心なんですよね。まあ、大体受験生の子供たちはみんな言ってる。あ、名前頑張れよって言わん。当たり前頑張るから。絶対名前、そうっすよね、見逃すなよと。そうっすよね。100点取っても、そうそう、名前なかったらもう、ゼロ点ですから。ゼロ点ですからね。うん。そうっすね。だけど、はい、何も書かなくても名前書いてもゼロ点です。ゼロ点ですからね。極端すぎますよね。極端すぎますよ。どこのゼロを取るのがいいかったら、はい、名前書かん方がいいよ。そう。名前書けよって言ってるのに。いやいや、本当によ。いや、でも本当にそうですね。あの、まあ、みんな緊張するし。そうですよ。いや、肝心なところ、はい、名前書いてなかったっていうさ。そうですよ、もうチョンボがね、それが一番怖いですからね。最後こうチェックしないとや。はい、まず皆さん名前から、うん、ちゃんと書いてくださいということ。あとでこの自分のこの志望校、志望、え、自分がこの、あの、まあ、志望校だよな、第一関門な。第一関門は志望校。あの、これがもし、ま、間違えた時に、あ、この例えば僕はあの前原高校を受けたいんだけど、あの、具志堅高校行って受験受けるってことですよね。あ、そうそうそう。だからそうですね、場所を間違えた。場所、ああ場所よ。そうですね、あの、場所間違えないっていうのと、最初に名前を書きなさいっていう受験生の。大体父ちゃん母ちゃんとはもうおっちょこちょいやし、この時は。まあまあまあ、確かにちょっとこうなんか変なテンションになってたりとか、ちょっとしたミスが起こり得ますからね。前が前がと。そう、事前に調べてですよ。そうですね、大体そうですよ。足だらぜ、石川高校の一応もしかして伊波小学校に入っていく お母さんもいるはずだから、いや、こっち方がここですよと。まあまあ、まあ、確かにあるかもしれないですね。確かにそれはもう、そうちゃんと、そんなミスはないように。そうですね、もうしたら対象から何かある。そうですね、うん、今兄貴さんが言ってたんですけど、うん、僕はあの沖縄市なんですけど、はい、あのちょっと高校、うん、間違ったわけですよ。あの、本当に簡単に言ったんですけど、名前出してもいいですか、学校名。大丈夫ですか。僕はあの沖縄市なんですけど、茶壇の方の学校、ちょっと茶壇高校、茶壇高校、あ、茶壇高校って他に高校ねえもんや。違うんですよ、茶壇高校しか。あきさん、違うんですよ。僕はあんな都会、もう行ったことないじゃないですか。おうおうおう、もう想像ですよ。はい、あ、いや、あんな都会の中に学校があるなんて、うん、なんて素敵だと。ゴルフレンジだけやしやと。アレキさん、違うんですよ。ゴルフレンジの場所も分かんないですよ。僕、桑井中学校が茶壇高校と思って。なるほど。はい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 。勉強できないのに、俺、小座教育とか行って、受験してみたら、1059分がないわけですよ。はいはいはい。で、その僕らのちょっと上ぐらいですかね、二次募集っていうのができて、セーフなんですよ。で、どこ行く。じゃあこう、あれやんば、こう思ってたところとは違うかったわけじゃん。おじいに連れられて行ったんですけど。いや、美容院やん、美容院。いや、違う、違う、この二次募集、おじいに連れてたんですけど、山の中なんですよ。山の中。ちょっと待って待って、おじい違うと思う、うん、学校見たら茶壇高校って書いてあるんですよ。うん、あ、もう死に落ちるみたいな。おじ、俺が行きたいのはこっちじゃないと。都会の。都会のあの下にある、三浜にある学校が茶壇高校だと思ってて。そこは怖い。もう落ちるみたいな。怖い中な。あれ中学校でしたね。でも本当に皆さん、本当に、ちゃんとね、
アキさんがさっき言ったみたいに死亡後とかちゃんと下準備してから ね本当によやってください。危ないです、本当に。その確認確認確認ど確認確認ですよ、皆さん本当にね。あと本当にバスケットボールは、あ、そうですよ、バスケットボール、いやミニバスケット、お見事ですよ、本当にすごいですよ、本当に。こういうなんかはバームかは高校生、あ、高校生、デジってな小学生です、ね、おしゃべデジのな、こう2連覇ですからね。だからこの間のウルマ、あのウルマのあれからさ候補市、ああ、あの市長とまじゅんのとおた、あ、そうなんですか、たけし長かわからんだ、いや、わかりますよね、わかりますよね、よそこはちょっとわかんよ、わかんないよね、当たり前ってや、もう来週ラジオないっす、はい、次行きましょう、はい、次行きます。パンポン DJ アイキさん、アルメッティ大将こんばんは、ラジオ生放送お疲れ様です。はい、どうも徳島からルカチカチャービタイということで、徳島からも来るんですよ、徳島もありがとうございます。よいしょ、先週の爆笑居酒屋の翌日、うん、行っていた友達のお母さんのお葬式に行ってきました。友達に会った瞬間、うん、ルカッチ号泣、友達の男泣きに釣られて号泣と、終始号泣で終わる頃にはフラフラヨロヨロしている状態で、気がついたらお父さんが背中を支えてくれました。お父さんが珍しく優しい、号泣はしてないんですけどね、かっこ笑い。それにハードなシフト、ストレス、いろんなことがあって、体にも疲れが、ビューチーの子供がおんぶしてっていうから背中に背負って立ち上がろうとしたら、体重が30キロあるらしく、重くて立ち上がれなくて、無理やり椅子に手をついて立ち上がったら腰がピキッて言うし、ぎっくり腰にはならなかったけど、ビューチーの子供に毎回おんぶ抱っこせがまれるの、これからは気をつけようと、思った今日この頃、それに疲れとストレスから、また突然、なんて書いてあるんですかこれ突然突発性難聴になりかけてると、また下手くそな、点滴行かないといけないような予感踏んだり蹴ったりです。ああ、癒されたい、癒しの爆笑居酒屋最後まで聞いてますね、ということで、ルカッチさんからでした。ありがとうございます。え、何かこの上がったり下がったりは、そうですね、下がったり上がったりか、下がったり上がったり、そうですね、こうね、まあでも元気な証拠ですよね、メール送ってもらって、まあ、先週も言ったけど、はい、本当にこのやっぱり友達や、はい、支えるのは友達やし、そうですよね、やっぱその辺はやっぱりもう今からじゃね、そうですよ、本当に。まあね、ビューチェさんの子供にも癒されて、30キロ任せよや、いくつぐらいなんですかね、30キロ、まあまあで、まあっていうか30キロいくつだろうが、何だろうが30キロは思うですよね、まあ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 、いやもうそんな感じですよ、皆さんありがとうございます。いこっちで一旦ちょっと CM いきます。はい、大将、はいはい、いや、いきなりお店に入ってきたら何も喋らん、すぐ普通に座って話聞いてるからよ。いや普通じゃないですか、お店の従業員かなと思って。や、いや、兄さん、あんし綺麗な方また採用そういう感じで採用不採用がさ不採用不採用いやいや、もう自分で自己紹介しようか、はい、そうですね、あ、うん、いいよ、はい、いいですか、うん、具志川高校の隣で、うん、デイサービスをしています、はい、日賀優奈と言います、はい、はい、よろしくお願いします。日賀さんって言ったかな、優奈さん、あ、はい、優奈で大丈夫じゃあ優奈さんで、はい、
緊張さんと緊張さんさっきも何しようもないかんと思うな。そうですね。ゆうなさんをして何やってるの？デイサービスを。あ、はい、介護保険の、うん、中で、うん、お迎えして連れてきてリハビリしたりマッサージしたりして遊ばして、はいはいはい、でまたお家に送ってっていうのを昼間はやっています。あ、そうね、はいはい、ちなみに具志川高校の隣、うん、我が息子も具志川高校行ってましてですね、はい、具志川高校は小さい道挟んでるとこ。あ、そうですそうです、はい、あ、そうね、はい、ちょっと見えにくいんですけど、ね、前のお弁当屋さん、はい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 、の改装してやってます。デイサービスふわり、はい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 。で、これね、なんか募集もあるの？募集、うん、この中身というかは、うん、どういったこと、まあ、すごめんね、はい、どういったことをするの、はい、だまずですね、大体65歳以上なんですけど、うん、脳梗塞とか、あと骨折したりして、うん、病院から退院した人、うん、お家に帰るんですけど、うん、その方たちを今度迎えに行って連れて、お家帰るんでな、あ、お家で退院した後ですね。あ、でもお家帰ってな、病院で退院して、病院で退院して、妖怪やしや、ちょっとお家に帰って、一回お家帰って、お家に帰った人がまだリハビリ続けたいなっていう人を、うん、一旦お家まで迎えて、はいはいはい、はい、連れてきてリハビリして、まだお家に帰すっていうのを実際どんなにこうやってこう変化はある？あ、そうですね、変わってきます。 40代もうちいて、うん、脳梗塞今若いじゃないですか、はい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 、40代40代多いじゃないですか、はいはい、とかちょっと難病を抱えたりして、うん、予防的にもう関節が固まらないようにマッサージしたりとか、うん、あと機械もあるので運動したり、うん、自転車こいだりとか、あ、そうなの、はい、手をこんなこんなこんなして見えないですね。いやもう映る、バッチリ映ってます。まあ自分が見てるみたいな。全然、はい、手の運動とか、すごいな、運動させたりして。じゃあ何こう、はい、今本当に分からなくて、うん、この高速でこう倒れて今こうお家にいるんだけど、うん、っていう方でも、うん、こう来てよ。あ、はいはい、ぜひ見学も体験も無料ですので、うん、ぜひ遊びに来てください。デイサービスふわりさん、はい、電話番号とか言っても大丈夫？あ、はい、いいです、はい、行って、はい、あ、098-927-0311、うん、927-0311、はい、これ何時から何時まで空いてるんですか？朝9時から、うん、4時、あ、5時まではいいですね。どっちよ。送りに出かけるので、4時から5時ぐらいはいない人もいるんですけど、うんうん、3時で来ると。あ、そうですね。そうっすね。3時間、3時間都合いいよと一番。アリキさん4時で行ったけど、おらんだろうと。3時間都合がいいと。よくある話ですよ、これが。はい、3時、はい、ね、ぜひともこう、もう来てほしいですっていうのとですね。はい。またよ、これすごいなんか。そうなんですよね。めちゃくちゃ興味あるんですけど。ジャグリング。はい。ちょっとこれはもう別で、終わに土日とか、うん、にやったりとか、あとこっちに来ている一応利用者さん、はいはいはい、とも一緒にやったりしてるんですけど、うん、大正生まれとか、うん、90代結構上手なんですよ、このお手玉、お手玉、まさかよ。本当は持ってないでしょ。あ、持ってないです、持ってないです。どういうことですか。本当は持ってないでしょ。持ってないですよ。あれそれ、なんでお手玉させ、なんかあるんですか。あるの、こうお手玉する理由っていうのは。すごいんですよ、この目で入ってきた情報が、うん、この合杯のところに、うん、こう飛ぶですね。だんだん染まってきましたね。いいよ、いいよ、いいよ。ついつっこんじゃいました。はいはい、ところに、うん、情報が届くんですけど、はい、そしたら今度また前の方に戻ってきて手を動かすんですけど、うん、これがもう右と左交互にやるので、すごいこの認知症の予防とか、うん、あとうつ病にもいいって最近多いですからね。うん、だけど、ね、うちにどうしたらこれやる力もないんじゃないの。あ、そうそう、うちにどうしたらできないんですよね、うん、こうやって下向いたらお手玉投げれないので、はい、自然に上向くじゃないですか。あは、姿勢が良くなるのか、からなんか脳も勘違いして、
すごいです。すごい、すごいんですよ。これなんでジャグリングをやろうと思ったの？ちなみに。ちなみに、なんですか、そういう一応グループがあるんですけど、はいはいはい、活動しているグループがあるんですけど、チューブはあんまりいないかな、人が教える人が。で、ちょうど場所もあるっていうところと、あとこのスタッフのまたこの仲良し度っていうんですか、職員同士のコミュニケーションだったりとか、チーム力がだんだん上がってきたのを実感したので、あ、これはちょっと外にも広げられるなっていうのでやってみたいなと思ってます。ちなみに皆さんもジャグリングの方は得意なんですか？ちょっとですよ。ちょっとちょっと一緒にやりましょう。どうぞ。どうぞどうぞ。あんまり上手じゃないんですけど、おお、すいません、ラジオをお聞きの皆さん多分見えないと思うんですけど、開始6秒ぐらいで1回落としましたね。先生がちょっと、すいません、あんまり上手じゃないんですけど、こんなすいません、本当に2個目で落としましたね。本番はない、本番はない、今座りながらやってますからね、はいはい、立ちながらだとうまいこといくと思う。ゆうなさん通ってるんだよね。あ、私ですか。あ、先生や、先生代表者です。一生懸命通ってるのかなと思った。ジャグリング上手になりたいなって人がたまたま今日来たわけではない。あ、先生、先生さん早く行って。はい、そうです、そうです。あ、そうですか。で、このジャグリングもこう教えてると。はい、そうです。これもないのにこっちで教えてるの、デイサービスのフォレさんで。はい、そうですね。大道芸人になろうって言われではないんですけど、最近多いね。そうね、最近多い、なった方がいいよ。面白い。どっちかでもこっちよりだよ。こっちより。違う、やっぱり代表者ですからね。はい、はい。はい、そうですね。で、これにこれ何か。あ、はい、今、イベントもやっていて、日曜日が定休日なので、定休日を利用して、日曜日とかに、また始まってます。はい。なんか、お金チックなわけじゃないんですか。日曜日仕事する人は大変だよ。すごい番号だるですね。番号だるですね。日曜日はね、これ子供たちにも教えるの。あ、はいはい、子供たち結構上手です。早いですよ、頭が柔らかいので。あ、高校生とか、中学生とかもすぐできます。高校生はもう、大人はすごい、大人は大変なんですよ。高校生は手も早いからね。すごいできるよ。なんで僕に一回めくばせるんですか。早いからね。いや、そんな感じで、ね、こちら、毎週日曜日やってるの。あ、毎週でもないんですけど、次は3月の27日の日曜日に10時半からデイサービスふわりでやります。これも電話してきたらいい。あ、はい。Facebook でもいいですよ。うん、日賀優奈でフェイスブック探してみてください。はい、ああ、いいですね。なんでこっちはルシブアカメてるの。ルシブアカメてるわけだ。ないと。フェイスブックは名前まで言っちゃうもんや。ユナさんの名前で、はい、検索すると、はい、メッセージ送って、日賀優奈で見つければ、はい、フェイスブック見たらもうすぐやってるからわかるよ。あ、はいはい、もうすぐ、あー、これジャグリングのやつさんして、はい、すぐわかるからや、はいはいはい、ぜひともですね、3月いっぱいはお試し価格を、はいはい、なんと、はい、大人、はい、500円だよ。ワンコインですよ、皆さん。ワンコインですよ。高校生以下無料。無料なんですよね。はい、うん、まあ、大人か高校生がお金持ってるんだよ。高校生以上はさんとや。そっか。高校生以下の自慢のお金の話です。そうなの、お金じゃないんですよ。チャリンですよ。いや、本当にもうそんな感じで、ユーナさん、このごともですね、はい、またどこかで会ったりもする足。そうですね、はい、イベントとかにもちょっとぜひ来ていただこうか。今週ちなみにうちの、はい、デイサービスにも来ていただいてやるんですよ。はい、イベントでもやるの。イベントっていうか、ジャスコとかでやらないですよ。うん、ジャスコだったら捕まるよ、それは。ユナさんのイベントイコール あっちプロかこれとこだよ。ジャスコなんですね。ユナさんだけのイベント、タバタでやって、タバタタバタ止まらなくて。タバタいいですね。違います。
うちの主催するイベントとかに、まあ、ね、紹介しようかなっていうブースを作ってみたいな、ね、もう話が飛びすぎでしょ。急に。まあでもよ、あの、安心立派しない方がいいですさ。あ、そうなんですか。今これバッペンのくらいが一番いいよ。はいはいはい、下にこう、光が見えてくる。うん、先生より先生なるほど。そうですね、まず先生の子みたいな。なる感じです。先生六条じゃ何でもなるけど、はい、学習ってダメやし、先生が六条じゃただ二輪馬。はいはいはい。ちょっと先生どこまで行けばあんたにたどり着くのと。はいはいはい。今ぐらいでいい。そうですね、そうですね。適度に、適度に。適度だ。練習しないであんまり。親近感が。そうそう。あそんな感じでもう募集も終わったねじゃね。はい。オッケー。はい。今後あのまあいろんなところでお会いするとは思うんですけども、はいはい、ちょっと真剣話だけど、ゆうなさんにとって、うん、ジャグリングとはというよりも、うん、このデイサービスふわりとはっていうさ、うん、あちょっと硬い話なんですけど、はいはい、名前の由来自体は、うん、あの心も体もふわりと軽くなるようにっていう、うん、あのネーミングで付けたんですけど、うん、このねストレス社会の中で、うん、あの人と比べない、うん、自分の過去と自分を比べた時に成長が自信になるんじゃないかなと思っていて、このジャグリングもそうなんですけど、最初本当に1回もできないんですよ、うん、1週間ぐらい、うんとっても不器用で、うん、できないんですけど、もう1ヶ月ぐらい頑張ってちょっとずつ時間見つけて諦めないでできた時に、はい、30回とか50回とかできるようになった時に自信になるんじゃないかなと思っています。真剣話だってチャンスだから会話作ってないです。みんなよ会ってほしい。そうですね。まずぜひ。ゆうなさんに会わんことでは何も始まらない。そうですね。皆さんぜひともですよ、デイサービスふわり。まあ、今ちょっと、なんかリハビリしたいやつさっていう方もそうです。はい、またジャグリングをこうやってみたいやつさっていう方もそうです。はい、ぜひともですね、098-927-0311。927-0311。まずはお電話ください。はい、デイサービスふわり。比嘉優奈さんでした。ありがとうございました。 CM 行きますよ、うん、今日よ、はいはい、朝からよ、はいはい、わ遅刻よ、遅刻、いやワイド号のせいでよ遅刻したんすか、いや、はい、だいる気に呼ぶかよ大使さん、これ忙しいか、もう2分ぐらいしかないけど大使さん一見、まあ、忙しい行けそうです、行けないだろ、行けなさそうですね、は行けますか、あ行けます行けます行けるいけます行けろ行けると思います、行
議論今日朝や遅刻よ。なんで遅刻するんですか、ワイド号。ワイド号でよ。そうですか、タシさん、大丈夫ですかね。閉まってるの。閉まって…ドアイ !DI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 ! はい、来ましたよ。ごめんなさい。タシさん、はい、ありがとうございます。今週から15分特番や、頼むや。あ、そうですね。言うな、歩く言うんタクシーと言うからな。そうだ、15分で話でしたね。言うな、言うな、言うな、言うな。今週から置いとこう、ちょっと。今週ですよ、でも大会。あ、そうです、今週ですよ、大会は。はい、はい、日本、日本が次行こう。はい、では皆さん、もうテレビ CM でもやってるから知ってると思いますが、うん、13日、はい、第1回弥生闘牛ダービーとして行います。はい、これね、はっきり言って来ないかったら相当損しますよ。はい、こういった大会は、まず最後メインの試合が日本一決定戦です。徳之島チャンピオンと沖縄チャンピオン、これが見られるっていうのはもう奇跡のようなことですね。普通これ実現しないんですよ。ね、過去に沖縄チャンピオン、うん、徳之島チャンピオンがやったのが1992年の以来、うん、あの時の2代目ゆかり交代前鉄金一号の試合以来ですから、二十数年ぶりに徳之島チャンピオンと沖縄チャンピオンが実現と。あなただけですよ、分かってるの。92年のゆかり牧場でのその大会、会場に5000人、1000人以上が会場に入れなくて帰ったって言われてるんですよ。それほどまでにお客さんが集まったと言われている、その大会以来のですね、これを超えるんじゃないかなと。だからもうすごいカードです。10試合って今日本一決定戦の紹介しましたけど、うん、10試合すごいんですよ。普通なんか前座みたいな試合から温めていくじゃないですか、はいはいはい、1試合目から軽量級タイトルマッチ、タイトルマッチですからね。1試合目が普通このタイトルマッチがメインでもお客さん呼べるんですよ、うん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 、それを10試合のまず最初に持ってきて、こういったカードが全部揃ってるんです。贅沢ってことですよね。もう今年最高のもの、今年最高のカードですよね。いや、もう今年これ見たから闘牛見なくていいよ。いやこれ見て、これ見てより好きになってもらいたいっていうのもありますからね。言ってるのは、うん、今回はっきり言ってこんだけカード組んだら、うん、お客さん来るのは分かってるんですよ。闘牛も絶対見に行くから、うん、でもテレビ CM ラジオ CM やるのは、うん、主催者はですね、闘牛まだ見たことない人に見せるためにこの CM をやるんだ、うん、はいはいはい、もう絶対に感動を与える、感動を伝えることができるから見たことない人が来てほしいんだ。そう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 、闘牛ファンはね、もうね、このさっきの日本一決定戦、うん、これが決まった時点で絶対行くんですよ。あ、はいはいはい、多少の骨折でも行きます、うん、多少の怪我も全然問題ない、全然行きます。骨折してもようなタイミングでまた脳遅くてやるから、大丈夫でした。にしたらいいじゃないですか。島先生、これが午後1時からですけど、はい、絶対1時に来たら混雑するから、うん、もっともっと早めに来てください。12時とか。いや、12時超遅い。遅いですか、前の日。前日は早すぎますよ。でも2時間前とか3時間前ぐらいには。早い人は1時開始ですよね。8時に来ます。いや、ちょっと慣れてましたね。でも、その時前の日ぐらいの勢いですよ。夜中7時からジャコジン組みしてるから。全然大丈夫。お願いしますよ。そうなんですね。じゃあ今週日曜日。日曜日に、ね。ぜひともよろしくお願いします。よろしくお願いします。この番組は、あなたの街のリフォーム屋さん、サポートホーム。電気、水道のトラブルのことなら、株式会社、秋政伝説。うまくて辛い、島根の研究所の提供でお送りいたしました。皆様、ただ週、メールをお待ちしております。パーン